ライカはアメリカ合衆国のアニメーション制作会社。ストップモーションアニメーションの映画やコマーシャルを制作するスタジオとして知られている。オレゴン州ヒルズボロのライカ本社2005年、ポートランドでストップモーションアニメーションを制作していたウィル・ビントン。スタジオの流れを組む形でライカが設立される。同年、ティム・バートンのコープス・ブライドの制作に携わって名を挙げる。2007年、 ライカの第一弾長編映画となる、コララインとボタンの魔女 3D を公開する。アニー賞で作品賞を含む8部門にノミネートされ、ゴールデングローブ賞アニメ映画賞にもノミネートされた。2012年、2作目の長編映画、パラノーマン・ブライス・ホローの謎を公開する。ストップモーション映画で初めてキャラクターの顔を 3D カラープリンターで作成した作品となった。映画は、 第85回アカデミー賞長編アニメ部門にノミネート、アニー賞では8部門にノミネートされた。2014年3作目の長編、アランスノーのファンタジー小説、ヒア・ビー・イー・モンスターズが元になっており、アンソニー・スタキとグラハム・アナブルが監督した。第87回アカデミー賞長編アニメ賞とゴールデングローブ賞アニメ映画賞にノミネートされ、 アニー賞では9部門にノミネートされ、声優賞と美術賞を受賞した。日本では長らく未公開となっていたが、2018年3月、自作、久保・久保のソフト化に合わせて2018年6月2日に、DVDBD が発売されることが発表された。2016年4作目の長編映画、久保・久保日本の弦の秘密を公開。 第89回アカデミー賞長編アニメ賞と資格効果賞にノミネートされた。英国アカデミー賞アニメ映画賞受賞のほか、ゴールデングローブ賞アニメ映画賞にノミネート、アニー賞では10部門にノミネートされ、キャラクターアニメーション賞と美術賞、編集賞を受賞した。ライカツエクスパンドスタジオバイ70%ハットヘイデン、エ陸。リク。 アニメーションスタジオライカレイズオフスタファースアミットパンデミックザ・ハリウッド・リポーター2020年9月3日閲覧ハウ・ <How S 1> ペラーノーマン・ユーズド・サンディー・プリンティング・ツー・メイクストップモーション・アニメーションクール・アゲイン2014年3月18日閲覧ライカボックストロールついに日本上陸クボクボと同時ソフトカ2018年3月2日閲覧 ありがとうございます。